日本は殺人と捉える人がいなすぎっていう、うん、いやそうだって芸能人とか、うん、あのプロ野球選手だって、うん、なんか軽々しく、うん、なんかおろそうかみたいな感じになりますからね、はい、ちょっと俺らはしゃぎすぎたなってそう、はい、ケツ穴覚醒だみたいな、はい、こと言っといて、はい、なんか中絶されるみたいなこと結構あったりするので、うんはい、だから割と日本って命軽んじてるのかなっていうのはありますよ ね、うん、すね年間20万人かなんか中絶してるんでしょ、うん、それ本当子供として生まれてで誰かがやっぱ面倒を見るというのがもっとあこう普通にあるという形に日本制度としてできるようになればいいなと。アメリカだってね今回 の、 あの、ホームラン王争いしたジャッジ、はい、ジャッジアーロンジャッジアーロンジャッジアーロンジャッジ養子ですよ。あそうなんですか。学校の先生夫婦が、はい、まあ養子でもらってきた子があんな運動神経に、やつだったとか。じゃあ元の親、うん、もう相当運動神経が良かったのか。うん、そう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 。うん、自分の息子がホームラン王ですよ。あとまああのスティーブジョブス。あスティーブジョブス。スティーブジョブスもあれあの養子ですから、ね。はい。あの若い二人が、はい、あの子供大学生同士でできた子供で、はい、それで養子に出して、うん、あのだったんですけど、その養子で受けたところももう金がないのに、うん、スティーブ・ジョブズが大学行くからってことで一家が破産するぐらいギリギリの生活して大学行かせてたのにスティーブ・ジョブズが中退したっていうその時は外れだって思ったかもしれないけどそこからですよ超ど金持ちになっていくわけですからね。そうですね、はい、まあ、割と若い段階からもうコンピューター作ってましたからね。そう、うん、そうそうそう。だからやっぱいろんなことありますんでね、うん、いろんな人生もあるんで、うん、なんかそういうのがもっと日本に多様性が、うん、僕はそういう多様性があっていいなと思います。だって中絶で失われる命って相当数あって、うんうん、でやっぱ日本は少子化だって言われてるのに、うん、なんかそれでいいのかって思いますよね。そう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 。だから産んでいいですよと、うん、その名前も出しませんと、うん、でちゃんと里親探しとかね、うん、そういう制度がもっと充実するように。だから少子化制度ってやるぐらいだったら、うん、そこまずやれば20万人のうち何万人か救える可能性あるわけです。そうですね。だからもう、はい、金の心配はするなと。そう、もう国が育てますぐらいの。そう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 、まあうん、まあ誰かが育てなきゃいけないんですけど、そうですね、はい、だからそういうこともすごくやればいいんじゃないかな、うん、そういうふうに思えますね。そうですね、はい、なんかある程度お金持ってて、うん、養える能力はあるのに、うん、まあ子供がいないみたいな、はい、ところもいるでしょうし、うん、はい、まあ、そういうところがうまく引き取ってくれればいいのかなとは、はい、総合経済対策で岸田さんがね10万円配るとか、うん、子供を産んだ人には10万円配るとか言ってるけど、うん、あんなん全然ダメで、うん、本当に、そうですね、すぐなくなっちゃうからね10万円ぐらいじゃ、うん、もっと子供を産んだらいくら出すっていうのも、まあ、それか所得控除、うん、もう毎年50万円は控除しますとか、うん、100万円は控除しますとか、うん、もうその3人産んだらもう500万円控除しますとか、うん、そういう枠を作ってね、うん、税金取らないよと。そうですね、うん、まあ、生まれてその、まあ、問題のある親というか、うん、本当になんかそういうところで育つと子供に確かに悪影響ある家庭っていうのはあると思うし、うん、はい、それぐらいだったらなんか養子に出して、うん、違う形で育てた方が、うん、子供的にはいいのかなっていうことも思ってしまうし、うん、そうですね、なんかちょっとこう難しいですよね、うん、この子供の養育っていうのは、はい、うん、どうあるべきかっていうのは、ね、あとまあそのねじれた関係ですごく成長する人もいますからね、うん、そうなんですよ、はい、もうそれでいうとちょっとこの話題を関連でやりたいと思うんですけど、ユタボンに100万円届くっていうはいはい、はい、日本一周中止危機からなんとかゴールできそうですと、はいはい、いう記事がですね、はい、これトースポに上がっていまして、はい、うん、まあ、ユタボンといえば、はい、小学生時代から不登校を公言していまして、はい、ね、して、まあ、これかなり親の影響があるんじゃないかなと、ね、はい、思いますけれども、はい、今クラウドファンディングで募ったお金で車を買って日本一周をしているということなんですね、うんうん、ただお金が足りなくなってしまって、はい、まあ、見通しが甘すぎて、うん、お金足りなくなりましたということで、はい、うん、支援を求めていたんですが、うん、なんと100万円をゲットしたと、はい、うん、自身の YouTube チャンネルを更新し、日本一周の活動資金で100万円が振り込まれたことを報告したと、うん、ユタボンは今月25日に資金不足で日本一周が中止になるかもしれないと SOS 寒波を呼びかけたところ、100万円の資金提供者が出現し大喜び。蓋を開けてみれば振り込め詐欺だったことが判明し落ち込んでいた。しかしユタボンに再び救世主が現れた。
IT 会社経営者が、うん、ユタボンがアンチに攻撃されながらもたくましく生きている姿に共感し、うん、100万円のカンパに応じたのだ、はい、ユタボンは100万円の詐欺でちょっとだけ疑っていたがメールを読んで信用できると思い返信させていただいたら本当に100万円届きました、うん、と感謝を述べたと、うん、いうことですね、はい、これは、まあ、だからあの資金集めには成功したんですけどもそうです、ね、なんかこの体験って将来どう影響するのかなっていうのは思ってしまうんですよ ね、 そうですね。だって100万円って大金じゃないですか、はい、その100万円をこの呼びかけ一つでなんか集められてしまうっていうのは、うん、将来的にどうなるのかなというのは、まあ、小学生にしたら1万円ですら大金なんだけど、うんねうん、わずかに、ね、ネットで呼びかけて100万円入るっていうのはちょっと、まあ、どうかなというのはちょっと思いますけど、うん、そうこれだから今だからいいんですよ、うんはい、今10代前半とかだからいいんですけど、うん、じゃあ20代とか30代になった時に同じようなことができるのかって言ったら、うん、ちょっと難しいんじゃないかなと、うんうんまあね、思いますし、はい、今後どうなっていくのかなと親と一緒に旅行してるわけでしょそうですね、うん、車運転するのだって小学生は、はい、運転できないですからね小学生運転できないでしょ人生は冒険やとかって運転したらそれ逮捕だから逮捕というか、うん、指導されますからねですよねだからそういう意味では親がこういうことやっててねまあまあ、いいのかっていう感じはちょっと、うん、だからこれをそのやらせている親に批判が集まってるわけですよこれは、まあ、そうですね、うん、そうそうそうだけどまあ親が子供学校行かなくても俺が教育するっていうふうに思ってるんであれば、うん、僕はまあいいんじゃないのと、うん、僕はそう思ってますけどね、うん、学校行かなくて俺が勉強を教えた方が子供は良くなると思ってやってますと、うん、いうことであればこれ戦前そうだったんですよ、うんあの戦後と戦前義務教育2つあってで日本は戦後の義務教育は学校行かなきゃいけないっていう義務教育なんですよ、はいうん、で戦前は親が教育を与えたらる義務教育なんですよ、うん、だから学校行かなくてもいいと、うん、塾でもいいというのが戦前のスタイルだったんですよ当時あの家の手伝いがかなりありましたからねそう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 、まあ、農家にしろ何にしろ、うん、そう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 だから親が教育してればいいんだっていうのが戦前はあったんで、うんうん、今それに戻しゃいいんじゃないのとただこのユキヤさんにそれができるのかっつったら僕はかなり疑問があって、うんはい、でその以前そのアベマ TV に出てたんですよ、うんはい、このお父さんが、うん、でその時にじゃあどういうその勉強させてるんですか、うん、ホームスクリーホームでなんかその、うんやっているんですかっていうので、はいうん、本人の興味あるものをやってるっていうので、うん、でもそうなるとやっぱりその落としてしまってる分野が相当あるんじゃないかなと、うん、なるほどやっぱその興味ない分野からやっぱひらめくものだったりとか、うん、その組み合わせでやっぱその知識って深まっていくものだと思うので、うんうんはい、その辺が網羅できずに、うんまあ、特にやっぱ歴史とかだいぶ欠損してると思いますし、うんまあ、そういう勉強しないでしょうね、うんはい、というのが果たしていいのかなと、うんはいうん、だから今親の影響を受けて、うんまあ、こう旅とかして、うんまあ、将来どう育つのかなっていうのは、はいまあ、一つ、うん、あの面白さもあるのかなとは思いますけどね、はいうん、でその親の影響っていう点で言うと、うん、あの日曜日にやっていたザ・ノンフィクションで、うん、ゲーム芸人の藤田さんっていう方が出演していたんですけど、うんはい、この人もうなんか壮絶な人生なんですよねおもうなんかあこれこそノンフィクションだなっていう感じの、うんまあ、映像に仕上がっていたんですけど、うん、あの藤田さんってあの子供の頃に、うん、お母さん亡くなるんですよ、はい、でお父さんと2人になるんですけど、うん、お父さんは同級生 の、うんその母親、うん、シングルマザーと、うん、こう恋に落ちたというか、はいはいはい、でそっちの家に入り浸るんですよ、うんはいはい、でそっちの子供に気に入られたいから、うん、藤田さんに DV とかするようになるんですよマジかいやそれで藤田さんは寂しいから、はい、家でなんかお金だけは置いてったって言って、うん、そのお金でファミコンのゲームを買って、うん、ずっとゲームをやってたの、うん、はいはいはいそれでその結果今ゲーム芸人になってるんですよねおおなるほどなるほど、うん、だからそれがなかったら、うん、あのゲーム芸人にはなってないと思うし、うん、だから自分の人生を何ていうかな、うん決定づけたもの、うんまあ、不幸な体験ですけど、はい、とはいえなんかこれ複雑ですよね確かに、ね、でしかもその今もその同級生の母親と、うん、あの何ていうか内縁の妻みたいな形で父親が付き合ってるんですけ ど、ね、まあそれしゃあないよねだからいやこれがまたひどい親と、はいうんあの内縁の妻なんですよ、はい、もうろくでもないというかでもこれ本当にいやで唯一の救いは、うん、その内縁の妻の孫が割と良識派だったというか、うんうんうん、内縁の妻の、ね、孫がね、はいはい、そうなんか自分 の、 その息子が育てられなくなったからなのか、うん、孫と一緒に暮らしてるって言うんですよ事情があって孫と一緒に暮らしてるっていうことで、はい、でその藤田さんも、うん、その親との縁切りゃいいんですけど、うん
なんかあのちゃんと面倒を見るんですよね。昔散々やられてるのに。なるほど、うん、複雑な関係で。まあでもやっぱ親は親だからね、うん、そういう意味ではね。でも今父親認知症でお金使い込んじゃったりとか、うんうん、あの なんならもうカードローンというか、はい、あのカードキャッシングまでして、あもう金地三者にしなきゃダメだよ ね、うん、それね。それは金地三者にしなきゃいけない。借金まで作ってしまったっていう、はい、そういうもうろくでもない状況で、うん、はい、いやあれは悲惨でしたね、うん、ただそれでもあのやっぱなんか両親、うん、両親というかその、父親とその内縁の妻をなんか一緒にこう旅行に連れてったりとか、うん、だから藤田さんの印象は良くなるんですけど、はい、ただただあの親というか、はい、もうろくでもねえなっていう、うん、そういう感じでしたよね。そうですね、まあ、人生いろいろあるんですけど、うん、まあ、要はほら二世問題っていうのがあるわけですからね、はいはい、だって親ガチャっていうのもね、はい、あるわけだし、うん、親ガチャ、うん、そうですね、うん、そういうのもありますから、はい、まあ、ただどこに生まれるのかわからないですし、うん、はい、しょうがないといえばしょうがないんですけども、うん、なんとかこう多少なりとも救済できるようなことがあればいいですけどね、うん、そうそうそう、まあ、現実問題はなかなか表面化しないですからね、はい、うん、あからさまな虐待とかじゃない限り、はい、っていうのはありますけどもね、うん、なかなか他人のその家庭って分かんないじゃないですか。分かんない、うん、あとまあその子にとって正しい親かどうかっていうのは、はい、うん、正しいもクソもないっていうかね、うんうん、あのそれ運命だからっていうしかないですよね、うんうん、あの才能開花できる親もいるし、うん、だって一郎の父ちゃんがいたから、はい、一郎が生まれたんですけど、うん、あのあみたいになったんですけど、一郎の長男もいますからね。普通の人ですからね。あ一郎のえ一郎に一郎って名前だから次男坊ですよ。一郎はで長男は普通野球そんなにできないですよ。そういえばそんな話あったかもしれないです、ね、だから大谷翔平だって兄ちゃんいるんです、はい大谷翔平と兄ちゃん同じ DNA ですよそうそう一郎より上なのに、うん、次男が一郎っていう、そうそう次男が一郎なんですよ。ゼロとかでしかもそれは世界的な野球スターになっててであの大谷翔平だって兄ちゃんがいるわけですよ、はい、兄ちゃんはさぞやすごいかと思いきや別にっていうわけですよ、はい、だからそうだって突然兵じゃない、はい、大谷翔平とか、うんうん、体つきもすごいし、いやもう打って投げてっていうね、うん、練習減らしてから打てるようになったっていう、うんうん、今まで練習しすぎで打てなくなったんですね。そう、練習しすぎで打てなくなったっていうだけだからね、うん、はい、いやーびっくりだな、はい、だから一郎勝ちなんていう、そう兄より優れた弟はいないってこれどころじゃないよね本当にまさにもう、そうそうそう、北斗と拳さん、そうそう